こちらをつけたとこ方がなんか明るく見える。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はセザンヌで化粧崩れしないベースメイクコスメ紹介していきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこちらです。セザンヌ、これもう売り切れ続出、セザンヌ毛穴レスコンシーラー、はい、大人気でございます。なかなか見つけるのが大変だった。うちの近所のドラッグストアには置いてませんでした。そしてこちらラスティングカバーファンデーション、こちらもセザンヌ、はい、こちらも皮脂に強いタイプのファンデーションでございます。こちらをですね、ちょっと今日はねご紹介したいと思う。結果ですね、すごく良かったです。使ってみて、うん、まずちょっと見ていただきましょう。どんな感じのものかね。ちょっとこれを少し出してここにつけました。ちょっと伸ばしますよ。なんとなくわかります？ちょっとこう少しマットになるっていうか、少しサラッとした感じで薄膜を張ったような感じになるんですよね。それで毛穴が本当に目立ちにくくなります。目立ちにくくなる、うん、でこれを日焼け止め下地を塗った後にこれを塗っ、この毛穴の気になるところだけに塗って、こちらのラスティングカバーファンデーションを使わせていただきました、はい、なんで本当に毛穴はね隠れる、目立ちにくくなる、サラッとする、うん、まあちょっとマットになりやすいという特徴もあります。だからツヤツヤにしたいんだよっていう人なんかは少しマットな感じになるので、ツヤを出したいところとかには使わない方がいいと思いますね、うん、だから本当に毛穴の部分だけポイントで薄くつけるのがコツかなというふうに思いました。結果私も良かった。でね、ただしですね、ちょっとこれは皆さんにお伝えしておかなければいけないことが一つある。2021年6月3日に配信した、動画でこれに似た感じの毛穴用下地を、別のメーカーさんだったんですけど、ちょっとねサンプルをいただいたんで、それをやっぱりこの辺りだけに使った動画があるんですが、もうその時はとにかくひどかったの。もうもろもろになっちゃって、本当にひどいことになっちゃったんです。もう直しができないような状態になったんですよ。でその時の私の肌っていうのがもう極度のインナードライ状態、水分量が極端に少なくて油の分泌が異常に高い、特にこの T ゾーン、毛穴の目立つところの皮脂分泌量が高かったので、でもちろん肌もくすんでます、うん、そんな状態だったんですよね。なので今思えばなんですけど、今回もねこれ使う時にすごいよぎったんですよ。過去の2年前のことがよぎって、これ私使えないやつじゃないって思ったんですよね。だけど大丈夫だったんですよね。過去と私の今の肌の違いっていうのは、水分量がまず今の方が上がってます。で肌の弾力も上がってます。肌の透明感も上がってます。毛穴も過去に比べたら目立ちにくく少しなっていて、皮脂の分泌量がもう全然違う。油の皮脂みたいなのが出にくくなってるんですよ今、うん、なのでそれはやっぱり水分量が上がったせいだと思うんですけど、なのでもしもやっぱ T ゾーンが異常に油の分泌量が高いよっていう方とかは、もしかしたらこれは過去の私がそうであったように、もしかしたら苦手かもしれません、うん、っていうことでした。はい、で実はねこれね、私検証動画を撮りました。実際に朝これとこれを使って、その後朝ねサブチャンネルで運動してるじゃないですか。朝運動して汗かいて、でその後ホットヨガに行って、滝汗ですよ滝汗、ホットヨガに行って、で帰ってきてご飯を食べた後の動画、そこまでの一連の動画でその左右
つけた方とつけない方とで検証してみたんですが、実際私コンシーラーも使ってました。結果的にはそんなに大差はなかったの。崩れ方はコンシーラーの崩れ方としてはそんなに大差はなかったです。大差はなかったんだけど、その日ね娘が家にいてですね、娘にどうってこうこっちとこっちなんか差があるってな、その何をしたかってことを言ってないで見てもらった時に、こちらをつけたとこ方がなんか明るく見える、肌のトーンが少し明るく綺麗に見えるというふうに言われました。なのでまあ滝汗かいてるんで結構どちらもそこそこコンシーラー崩れてるんですけど、まあ全体的にはそんなような結果でございました。ぜひですね、その動画もサブチャンネルで上げますので、そちらもぜひ一緒に見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、肌の調子が良ければこれは全然使える。まあ注意する人もいるのは確かです。そこはですね、もし油の分泌が高い極度のインナードライの人はぜひローションパックも同時に私はおすすめしております。肌質改善っていう、これも、概要欄に入れさせていただきますんで、そちらをまずはちょっと集中的に頑張ってやってみていただいて、肌の根本から見直すっていうことをやってみていただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい、ではバイバーイ。